ねとか分かってくるんだと、うん、それは多分この音楽の先生がすごい長い音楽教育をやって、多分中の音楽的神経が、耳の中の神経がすごいこう発達して、うん、音で聞こえるっていうよりもドレミファソラシドのどれかでこう流れて聞こえてくるっていう状態になってしまってるんだと思います。あんだよね、日常生活を送ってるね、うん、全部。例えばまあテレビついててもう一個 CD かかってたりとかするともうありえないみたいな、あ気持ち悪い、ね、キーがね半音違って、うん、気持ち悪い状態になってくるから、うん、不便よね、うん、でもだからって今度渋谷みたいに全部がガチャガチャだともうもはや気にならないみたいな、そこまで行くともう雑音みたいな、うん、うん、本当に全部がドリミアソラシオで聞こえてきちゃったらもう渋谷行けないし、うん、大丈夫じゃん、まあ、街出れないし、街出れないし、街出れないほとんど不協和音だよね、ね、うん、まあどうやったら、うん、まあ長く音楽活動していくうちに、うん、だん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 と身についていくものです、それは、うん、あの、うん、頑張ってください、頑張ってください、はい、じゃあ次のメール、まあ時間ないですね、よし、じゃあ正直、はい、はい、じゃあ行きますウェブネーム、かおりさんより、3B ラボの皆さん、こんにちは、こんにちは、毎週ラジオ楽しく聞いています。私は春から大学生になりました。授業中になぜか先生がまさにということが多くて、私はいつも心の中でガスだねって言っちゃいます。新曲も楽しみにしています。ありがとうございます。これすごいね、よかったね、よかったね、なんか支持されてきたね、楽しみにされてるね、新曲っていうかさ、あのパクリじゃん新も大丈夫だ、これ元自体がね、これ大体さ元誰か考えてるか、俺が、うん、あのどこの打ち上げの時だっけ、大阪、どこでしたっけ、大阪の打ち上げの時に修二がね、たまたまね、そう、俺らと違うテーブルで飲んでて、そのタバコを吸ってる時にね、ついそうだそうだそうだ、そうだ思い出した、それだ、なんかね、はいはいはい、あの時妙にこう格好つけてた、なんか貫禄があった、まあまあ、うん、まあ、まあ、いろんな理由で格好つけてた、ね、まあいろんな理由でいろんな理由で、あんまり広げないで、格好つけてた理由があんまり広げないで、すごいね、こうやってタバコ吸ってたんだよ、そう、俺じゃないですよ、俺いつもこうなってた、いやこうなってて、こうなってたもん。でそれが俺がもうどう見てもやっぱ田村正和のこの漫画のそう見えちゃって、であいつまさにガスだねって言ってたら、なんか自分のもんにしようその気になっちゃって、ね、始めちゃった、俺にお前使用料払えよ、こっちで使用料払わなかっただよね、パクリだっつって、すごい、まあだけど支持されてきた、支持されてきて、これ新ギャグ楽しみにしてます、期待されて、うん、ね、うん、で出た結果が今日のあれみたいなああそうだね、ごめんなさい期待を裏切っちゃった、まああれモノマネだから、ね、まあそうだね、まあこれもこれはまんまモノマネやん、何もネタしてないじゃん、何もできなくなっちゃうまあオリジナリティ出せよ何もネタじゃなかった実は、はいはい、まだいけるまだいける、オッケー、よし、じゃあ次いきます、じゃあ俺読もうかな、はい、送信者ウェブネームユミさん、はい、はじめまして、いつも楽しみにしています、テレビの皆さんには本当感謝がいっぱいです、失恋した時、自分に自信がなくなってしまった時、いつも 3B の音楽を聴いて元気になれました。まだライブに行ったことがないので生で聴きたくてたまりません。今度のライブの時は絶対行きたいです。ところでケンジさんと修二さんは遠距離恋愛の経験があると前に言ってましたが、どういうところが難しかったですか。私は今年彼が大学に行ってしまうので遠距離恋愛が始まったばっかりなのです。やっぱり信じることが一番大切なんでしょうか。よかったらご意見ください。これからも頑張ってください。大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。遠距離恋愛中、タマさんも遠距離恋愛中、うん、だったよね、うんうん、何が一番辛いかって、会いたい時に会えないのが一番辛い。あれいいセーフだね。オリジナリティ。続けて、続けて。ちょっと楽しいから続けて。うん、じゃないですか。うん、とりあえず同意はいいから続けて。うん。それが一番辛かったですね。うん。うん。でも、久しぶりに会えた時超嬉しいでしょ。まあ、そうですけど。うん、何経験あるようなこと言う。どうなのたま。うん、そうだったね。うん、実際、あと、まあ、個人的なことであれだけど、うん、俺の時、携帯電話時代じゃなかったからね、まだね。ああ。職で連絡は取れなかったからね、あんまり。そうだよね。うん、あですよね。だって、会えない分、毎日電話できればいいじゃんと思うけど、うん、相手の都合が分かんないし、うんうん、とりあえず家にいてるかなと思って、家電ですかって。そうそう、家電時代だと。いなかったらもうしゃあないし、みたいな。うん、そう。親出るし、みたいな。親出ちゃう。みたいな。なるほどね。まあだから、今は、ね。確かに信じないと
どうにもこうにも進まないですよね。そうだろうね。あれは絶対結局離れたところやけ、相手が何しようか分からんから。そこはやっぱり信じて、相手を信じて、で、彼も多分信じてくれてると思うので。恋愛アドバイザー。あ、すごいじゃん。すごいじゃん。けど、それでね、いや、俺、何信じることが一番大切っていうのは、やっぱすごいいいことだなって思った。やっぱ、結果がさ、ほら、タマなんかもダメだったわけじゃん。そうね。で、けどやっぱ信じたことってすごくさ、素晴らしいことだよね。相手を信じて、それで結果的にはやっぱその恋が実らなかったとしてもさ、それはすごい財産だから、決して別れても、まあ、彼が浮気してても、それをなんかね、恨んで、人を恨むような、ね、生き方はしてほしくないかなっていうか、すごく、すごいピュアで美しい言葉だなっていう、一番大事なことだよね、相手を信じていくっていうのが。まあそんな感じでね、まあ、ユミさんね、いい、まあ、恋愛をしてもらいたいなと、思います。もう、いい感じかな。そしたらそろそろここで、あ、告知があります。はい。自分で写真を選べる 3B ラボ写真集がネットで発売中です。渋谷アックスライブの写真を、ライブバージョン、ツアーのオフショット写真を、ライフバージョンとして2パターン、あるんで、詳細はホームページをチェックしてください。ということでね、今週の 3B ラボ、4人でね、ドタバタで、お送りしましたが、番組の最後ということで、恒例の推しトラを、いきたいと思います。ドラは、いきます。ラジオネーム、シャドルンさんからです。3B の皆さん、こんにちは。こんにちは。毎週欠かさずラジオ見てます。私は推しトラのコーナーが好きです。読まれるメールは共感するものや感動するものがいっぱいで、ラジオの最後の最後まで見逃せません。ところで私は高校3年なんですけど、2年間頑張ってきた部活がもうすぐ引退なんです。ここまでバドミントンを頑張ってこれたのは、先輩や友達のおかげです。ありがとうと何回言っても言い足りません。そんな大切な大切な仲間に、ラボラトリーさよらの歌を聴いてほしいです。部活を引退しても、学校を卒業しても、バド部は永久不滅です。ということでね。いいよね、部活。いいなぁ。やっぱあったでしょ、こういう。思い出しましたもんね、ちょうど今だ。もう来月、高層隊が始まるから、もうすぐですね。あと引退まで1ヶ月ちょっとですね、これ。まあそういうもんなんだ。6月、高層隊。あるから。早くない？あれわかんない。青森はだけど。ああ、そうなの？青森はもう冬は活動できない。冬に体育、運動部はもう全部、引退になるから。なるほど。いいですね、部活って。ありがとうって何回も言って。やっぱ財産になるよね。さっきの財産じゃないけど、部活も。部活は大事。ね。やっぱ人と、人との触れ合いっていうかさ、こう、まあ個人的な競技もあるし、チーム競技もあるけど、やっぱね、まあ、こう、学生時代に汗をかいて、みんなと共にこうね、こう勝利だったりさ、こう敗北だったり、いろんなことを、やっぱ分かち合うってものすごく、なかなかないじゃん。俺らはやっぱね、普段こう、やっぱライブでね、バンドやっていろんなことをこう経験していく。すごく、やっぱ似たものを、近いものを感じるよね。というわけでね、シャトルンさん。で、本当にこの思い出をね、大切にね、してほしいなと思います。で、しかもね、ラボラトリーさよならの歌ってことでね、これね、実は俺ね、ものすごい好きな曲なんだよね。個人的に。久々にこの曲を聴けるってことだね。まあみんなでこれを聴いてお別れしたいと思います。それでは聴いてください。ラボラトリーさよならの歌。バイバイ。バイバイ。ほら、さよならなんだ。